Hello everyone, I'm D ブラッドマンのサーキー。ちょっとこのゲーセンね、音量が、まあ、聞こえないんですけど、わかるかな？音量が聞こえない。聞こえるこれ。聞こえる？割と下手くそだけど、あの音量、ゲームの音量がなんかね、ミュートになってるんで、このゲーセンね。なんで、あの、まあ、ちょっとクイーンオブザスターティックオペラに全く音声流れてない。あー、相性ボーナスないですね。はい、まあまあ、クイーンオブザスターティックオペラに音楽をお任せして。あ、今日は、あの予告はしてなかったんですけど、このアナザーライダー3兄弟でやっていこうっていう話で、あのアナザーディケイドが、あ、ディケイドじゃない、アナザーエグゼイドが出た時にね、あれアナザーパラドが出ないのみたいなのが一部でささやかれてたらしい。まあ小生は言ったか言ってないかはちょっと覚えてないんだけど、まあ V シネだしね、知名度がそこそこないから、テレビ放送に比べるとね、ないからっていうことなんですけど、まあ一応アナザーなんとかっていうついてるライダー3人ですね。で、発動条件がね、このチームに同じタイプがいないとっていう発動条件になってて、このディケイドもアギトもパラドもね、なっとるわけなんですけど、現状ですね、そのパラドがね、非常にもうバニラですね。もう非常にバニラ、アビリティが。なんか古いな、向こうが作ってるから。これ、パラドックスだね。もうこれ、追い打ちが上がるしかないんですよ。まあ、効果がね、しかも発生率じゃなくて効果がね、まあ、追い打ちの威力が上がるっていうことなんですけど、さっきも見たように、そんなチームの相性ボーナスないから、このチーム、同じアナザーライダーなのにね、ないからさ、ちょっと残念なところなんですけど、まあでも音量ないとね、ひたすら隣のドラゴンボールの音が聞こえてくるんだけど、珍しい。あのここのゲーセン、そんなに来たことないんだけど、3回目ぐらいかな、なんだけど、久々に来たら、ガンバライディングミュートになってましたね。290、ああまあまあそこそこ、相手のカードブレーカーってことは、あの昔のメモリアルじゃないんかな、このでブレイブだったらそのメモリアルやろ多分。アタッカーはおそらくそのジオのライダータイムのレジェンドレアかなって思うんやけど、どうなんだろう。ああ、これあのあれですよ、もう全国対戦がオワコンなんで、あの全国特訓モード回ですね、やってますけど、まああのあれは1人以上バーストさせて勝つっていう、ぽよアンバー。まあとりあえず表の必殺技を見ようね。どういう必殺技なんやろか全然見たことないけど、声も聞こえないからな、ちょっと残念すぎるわ。あ、人は、お、人に乗ってんのかな。ちょっと後で YouTube 見とこう。おお、え、かっこいい。え、これ何のモーションだっけ。足原さんをフルボッコにしたやつだっけ。めっちゃかっこいいやん。え、やば、かっこよくね、これ。いやいや、これはいいぞ。ちょっとみんな見た？あの後でちょっと他の人のその画質がいい YouTube で見てや。あ、それパラドアナパラ君はね、あのアビリティが低いからさ、このアナザーアギトとアナザーディケイドで全力でお守りしなきゃいけないんだけど、アイコンも合わないんだよね。素手のアナパラ君来ないかな。あ、これ多分必殺発動したらウバース必殺で倒せるな、多分。ほいよ、よーし、あーなんだすわー。もう最近あのボコの動画撮りすぎてさ、もう最低に止めるのだけばっかりやっとるから、しょうがないよね。あ、じゃあバースト必殺、
あんな、まあまあいいやってこれで、ちょっと音楽流れないけど一応ケーキ漬けで、あ、カメレでアギトを歌うよ。闇の中見つめてる、手を伸ばし掴み倒れ、君求めるもの、また誰かが平気な顔をして夢だと笑っても Made to go カンファロー仮面ライダーアキト、君のままで変わればいい、 Here we go カンゼロ仮面ライダーアキト、今君がいないとゲート。もうなんか削りきれなかったね、なんでかわかんないけど、まあ、ここのゲーセンはおそらくその来る人も少ないから発掘には使えるんじゃないかなところですね。まあ反射も結構あるし、あんまり適してないのかなって動画撮影にはね。どうだろう、これ1位になるかな、追い打ちが発動したら。ああなったなった。どうしようかな、また見る、まあアナパラ君のことを思い出してもらうために表の使い回しかい、ほいで使い回しかよ。まあまあまあいいよ、このアナザーライダー3兄弟のチームをちょっとぜひぜひ入らかしてほしいですね。まあ、トップモードしかちょっとやんないけど、そうだね、次の動画何にしようかな。僕は、あ、そうそう、今コミュニティの方で、YouTube のねコミュニティでアンケート取ってて、その声聞こえないんですよ、俺一人とか言ってんだろうな、シュッソリャとかね、うん、とかやってるんだろうな。1位かよ、なんでなんでびっくりした、1位かよ。まあいいや、次どうしようかな、特に決めてないんだけど、何、まあアンケート僕、まあ、この次、来週はこの動画の次、9月の何日かは僕の動画なんですけど、それのアンケート今取ってるんですね。4つ、まあと見てもらったら、ああ A 見せるの忘れとったよ、これこれ濃いね、見たことないアーティストの人ですけど、他に書いてるのかな、分かんない。何にこう日経さんとかマスクドさん好きなんですけどね、みんなまあ同じような絵面だね、かっこいいわこれ、それ揃えるのかっこいいぞ、アナザーライダーで。まあまあとりあえず何にしようか決めてない、まあアンケートちょっとできれば答えてもらって、おおよそこの動画をアップした日に締め切ろうと思うんで、それまでにアンケートね答えていただけたらなと思います。でこの動画、まあ、一応バインダー手に入ったから X 使ったりしたいんだよね、だから、まあ、X かな、次のフリーは僕は、アンケートの結果で決めて、次のフリーは、X かな、まあ、スーパーライスーパーワンとかも欲しいけど、どうなんだろうね、ちょっと分かんないな、手に入ればいいけど。はい、というわけで、いつも通りですね、クイーン・オブ・ザ・スタティック・ブラ、ニッキー・ネバーマー、ショージー、ヴァンパイア・ユーリー、オールマイト・スタジオ、サラ・ファッター、マセム・ウェリー、ザ・チャウですね、応援よろしくお願いします。まあ、チャンネル登録とかね、サブスクとかフォローとかしてもらえたらなと思います。じゃあまた会いましょうね。チャオー。